一番星の生まれ変わり、ああ、あ、崩れた。こんばんは、皆さんこんばんは。何の絵柄？ラッセンです、ラッセンです。綺麗だよね、何回見ても綺麗。星の子どこまで見た？見てないっていうね。はは、全然全く進んでないよね、見てないよねっていうね。ははははは、ははは、はあ、はあ、見てないです、すいません、見てないんですよ。なんだろう、見る気が起きていない。いや、アニメ見るときってさ、なんかタイミングとかないですか？ないのかな、みんな、わかんない。私はさ、ギフトありがとうございます。私はなんか、あ、今なんか見ようってスイッチ入ったときじゃないとマジで見ないんですよ、本当に。なので見てないです、まだ。どこだ、気持ちが乗らないと見れないの。それと同じでな、パズルもな、気持ちが乗らないとな、できないんだよ。とか言いつつね、そろそろ本当に終わらせたいんでやるけど、マジで終わらせたい、結構切実に終わらせたい。ありがとうございます。私の子入ってるけどピンとこないのよね。まあ人それぞれですからね。私もありますよ、これすっごい入ってるけど、私は別になんかそこまでなだなっていうのは、まあ、ちょいちょいあるんで。そう、やっぱり好みとかによってね変わってきますから。まあでもなんか話題性はすごいよね、推しの子の。ほんと今年めっちゃ来てるよね。何もハマらない。どれもハマってくれない。そう、マッシュル、こんばんは。アニメはね全く見なくなった。いやでもしかもね、新しい地開拓するのは意外ともう減った。新しくアニメ化されてで見るとかはあるけど、そう結構開拓するのは減りましたね。私はもう開拓しまくってたんですけどね、いろいろ見て。やめたわけじゃないんです、でもなんか時間とかさもろもろさ取れないとかさ、まあ、そういうのはまあだんだん落ち着いてくるんだろうなってことなんですよね。こんばんは。そう、だんだん落ち着いてきて、まあいい感じのところに収まるんじゃないでしょうかって思ってる。
明日ね、出勤の時間が早まりまして、そう、明日いつものねバイト先なんだけど、ちょっと違うところに行くらしくて、そう、出勤が早まりましてね、なんかドキドキしております。初めてのことなので、私は、そう、なんか店長から、まあなんかたまにこういうこともあるから見においでって、そう、これからねきっとこういうこともするから見においで、一緒になんかちょっと見ながらやろうみたいな感じでご連絡いただきまして、行ってまいります。でも、もともとシフト入ってたんでシフトありがとうございます。4時、あ、そこまで早くない、5時かな。そう、まあでも言うて17時とかにはもう仕事多分終わってるかな、多分、おそらく、きっとって話は聞いてるので、むしろ古いアニメに惹かれる、あ、いいじゃないですか、全然いいと思います。私はな、どうだろう、なんだろうね、古いアニメか、古いアニメな、でも最近もうまるっきりコナン君ばっかりついてるもんでそう、ずっとコナン君ついてるもんで、マッシュル見終わったんで、コナン君みたいにさ、あんだけ長くさ続いてくれるアニメないかな私好みの、こんばんは、何してるの、今日もパズルですよ、マジで終わらせたいんだ、終わらせたいんだが終わらないんだ、いや、ほん本当に終わんなすぎて、やばい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 よ、やばいよだよ、本当にやばいよ自分で言っててちょっと恥ずかしかった今。いや、なんでほんな、本当になんでハマらんのレベルでハマってくれないんですよ。え、ここ待って、そう、これハマったね、あ、ハマった、え、これじゃあここじゃん、コナン君レベルはなかなかないかもね、長いよね、だってもう900超えたでしょ、900どころか、私が今出てるのは 900くらいまでだけどさ、もっとね、君は完璧で究極のアイドル、はい、ギフトありがとうございます、金輪際現れない一番星の生まれ変わり、あ、ここすっごい綺麗にはまったんだけど、もう絶対違うと思うんだよね、いや違うよね、そうだよね、知ってた、ありがとう。いや、1088は、あ、やっぱりだよね、私の見られるところが1000超えてないんで、まだ1000超えてんのかな、もしかして、そう、あんまり、そう、私が、そうね、1000超えてないはずなので、私の見れるところはね、そう、単行本100巻行ってるし、あ、行ってる行ってる、単行本ね買ってますもん、私最近、ため息ついてごめんね、でもね、そういうため息じゃないんだ、パズル進まねえな、はあ、っていうため息なんでね、お許しください、ため息ついたらね、幸せ逃げてくんだよ、手や手が逃げてくんだよ、いや
やでも本当にもう分からんのでですけれども、これ本当に完成するのかな。あれ本当に完成しそう、私大丈夫？角の葉っぱとかから攻めた方がいいのかな、ここら辺の。いっか、まあ、いっか。初見さんこんばんは。夏に絶対光る見るやつ、呪術廻戦2期って思うじゃん。漫画持ってるからどうしようかなと思って。え、そう、やっぱ漫画とアニメじゃ違うのは分かるんだけど、多分見る時間ないからさ、どうしようと思って。で死んじゃうじゃん、だっていろいろ死ぬじゃん。カナピー、私は耐えられない。推しが死んじゃったら、そう、カナピーからいや本当に進まん。どうしたもんか。え、ちょっと待って、来たんじゃない？うわ、来たわ、これ絶対来た、もう最高、あった。ダブル禁止で、あ、OK です、すいません。でもさ、え、でもそういうアニメだっていうことは分かってるでしょ、結構、まあ結構さっていう。会社で言われた、会社でネタバレ済みでしたか。いや、まあそうなんですよ、残念ながらね、ちょっとそういうアニメっぽいんで。いや本当に、開始早々、あ、でもここあったっぽい。開始早々全然進んでない。なんかさ、意外とさ、パズルってさ、なんか気持ち入れ替えるとさ、気持ち入れ替えるって言い方あれだけどさ、なんだろう、日にちたってさ、よしやるぞってやるとさ、意外とパンパンパンって進んでいくもんだったりするんだけどね。ダメだね今回、全然進んでいかない、何も進んでってない。ギフトありがとうございます。主権さんこんばんは、ありがとうございます。あ、泣きそう、進まなすぎて泣きそう。いや泣かないよ。こんなんで泣きはしないけど、泣きたいよねっていうね、私の気持ちを。マジ進まない。でもね、久々の2連休でもうゆっくりしましたね。なんかもうぐーたらぐーたらしてた。やらなきゃいけないこといっぱいあるのに、まあ、ちょっとずつ進めながら寝てたよね、昼寝してたよね、今日も昼寝したよね。なんか気づいたら梅いたよね、そばに。可愛かったよね、うん、天使。パズル見てると手伝いたくなる謎の病気に名前をつけたし、でも分かる気がする。誰かがやってたら、そばでやってたら、え、やるやる手伝うよって言って手出しちゃう多分。なんだろうね、あれじゃない、日本人の優しさとかさ、あの好奇心じゃないでしょうか。そう、
好奇心だな。優しさもそうかもしれないけど、好奇心の方が大きい気がする。私もね、こういうのね、ハマったでしょ。ここのな、ここの白っぽいところ見たいんだけどな。気持ちいいんだけどな、すごいハマんないとすごいイライラするよね。じゃあなんでパズルやってんねんってね。ハマんないとちょっとイライラするよね。いやー本当に。ここも本当に合ってんのかな。合ってないやん。合ってないところにめっちゃピースはめてたやん。わあ腹立つ、すっごい腹立つ、はまんなくて。はまんなくて腹立つ。なんなん、なんではまらんの、こんなムカつく。いやー、なんではまんないんだお前たち。もう自動的にはまってってくれよ。もうパワーください、私に。皆さんパワーをちょうだい。私にパワーいただいてもよろしいでしょうか。本当にみんな手伝って、手伝ってもらってよろしいですか。進まないんです。本当に切実に手伝ってほしい。ありゃあ、はがやしい、懐かしい、久しぶりに聞いたんだけど、その言葉、はがやしい。え、はがやしい、でもはがやしいってさ、これ全国区、言葉的に。全国区ですか。いや無理やりね、一回だけね無理やりはめたところあった。もう真っ黒すぎて分かんなくって、そうで、なんかもうのりつけちゃって無理やりはめちゃったから取れなくって、もう一つの方が、あもういいやと思って適当にガッて一個だけはめたやつあった。そう、もうそれに関してはもうどうしようもなかった。はがやしい、なんやろうね、なんかもどかしい、なんて言ったらいいんやろ。嬉しい桃源かな。あ、石川と富山の範囲なんだって。なんか悔しい、そうね、悔しい、なんかうんっていう、なんかそう、なんか悔しい、なんて言ったらいいんだろう、なんか言葉での説明ができないんだけどさ、そう、なんか思い通りにいかないみたいな、なんか思い通りにいかない、あーみたいな、そう、そういう感じですね、ニュアンス的に。全国じゃないのか、久しぶりに聞いたなと思ったんだけど、はがやしいって。
私の生まれ変わり。いじっかしい、あるわ。あんまり使わんけどね、もう。いじっかしいもありますね。あ、出た、ルパン三世。なんだろうね、パズルしてるとルパン三世出てくるのがどうしてですか。この現象に名前をつけてください、皆さん。え、皆さんにルパン三世、パズルをしているとルパン三世のテーマが流れてくるのはなぜですか。この現象に名前をつけてください。私しかきっとならない。いやでも本当になんでこんな進まんのやろ。本当に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 なんやねんね。本当にでもね、もうなんかだんだんイライラしてくる。いやマジ進まん。なんなんこれ。パズルです。なんなんこれと言われましてもパズルです。いつもね、なんか模様のところから作っていくんだけど、それすらもなんかめんどくさい。なんでこんなにパズルで私は苦しんでいるんだ。じゃあやるなって言いたくなるね。じゃあやるな、やめとけ。本当にやりたいんですよ、大丈夫。あのちゃんと完成させたいっていう思いはあるんで。数が多いからちょっとずつちょっとずつ頑張ってるんで。でもこんなんだから、あのあれなんだよね、できた時のね達成感が素晴らしいんだよね、きっと。きっとっていうか素晴らしいんですよ。私はこれを何度も味わってきているはずだ。できっとまた途中から歌い出すんだろうな。歌い出すんだろうな、平野ひかるは。この役戦するの初めてじゃない。そうなの、意外とね、なんか割といつもポンポンポンって進んでったりもするんですけど、今回めっちゃ進まない、びっくりするぐらい進んでない。昨日からねやって、あんだけやっといて20ピースとか25くらいかなしか進んでないんですよ。びっくりだよね。そう、これマジ大マジで25ピースくらいしかね進んでいないんですよ。この辺りをちょっと完成させたいんだけどな、本当は。そう、それでもやるんだ。
頑張れ、意地でもやれ平野ひかる。フライドポテト食べたい頭使うとフライドポテト食べたくなるよね。ならないかな。新時代はこの未来だ。スカイ中を全部変えてしまえば、変えてしまえば。ドゥン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 。こんばんは。頑張るよ。誰もかれも誰かにしていく。その人。その言葉が嘘でもそれは感じない。何ギガ祭りってなんだ。わかんないからいいやショールームの案内来てた。絶対誰か下でヒカムの配信見てるやん。声ちゃんと聞こえてきたんだけど今の。私の嘆きが下から聞こえてきたよ、数秒遅れて。普通にはず。私自分の声嫌いなんだよね。みんなご存知だと思いますか。ママるんじゃない。マミーまだ帰ってきてないもん。ババかな。そうババも見てるからね、いつも。そうババ見るんですよ。あ、ここなんかかゆい、腫れたな。ちょっとまあいっか。そうババかな多分。逆におババじゃなかったら怖いおばばじゃなかったら、ん？誰？なる。不審者になっちゃうよ。もう進まない。全然進んでない。いや、なんでこんな進まんのやろうな。不思議やな。
にマジで結構切実に頑張ってハマって頑張ってハマってって、あなたが頑張って探しなさいそのピースをっていう話なんだけど、ハマってお互い歩み寄る努力をしダメだな今日、お互いね歩み寄る努力をしようね。ピースも私も頑張って探すから、君たちもいや僕ここだと思います的なさ、そういうね歩み寄りがねとてもね私は大切だと思うんですよね。一方的な思いじゃね何も進まないと思います。こんばんは本当何言ってんだよって話だよね、自分でも思うからもう許して。オレンジなんだよなこれ結構。違う、これさっきはめたやろ同じところに。でもなんか綺麗にはまってる、うん、違うわ違うわ。いやー本当に泣きそうなんだが本当に泣きそうなんだが、はまんなすぎて泣きたい。なんでお前たちははまってくれないんだ。お願いはまってお願いはまって。何も進まない、ピンチピンチ、本当にピンチ、何も進まない。手当たり次第とりあえず一個一個はめてく作戦ですか。まあいいんだけど、確かになんか今のところそれの方が早い気がする。じゃああれだね、ちょっと待って、一回ね横のピースと縦のピース仕分けした方がいいかも。横ピース縦ピース、形でね分かれてるから横と縦で。横ピースの皆様、横ピースの皆様、縦ピースの皆様、こちら横ピースでございますね。本当にもうちょっと一旦手当たり次第作戦いってみるね。横と縦のねピースをね分けたらね意外と分かりやすいかもっていうね、前もしてたはずなんだけどな。そうちょっと仕分けを、もう縦か横かもだんだん分かんなくなってきそうだけど、こうやって言ってると横ピースこれ立って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 横立って立って横横横立って横横横ここ立って横ね、横と縦で分けた方が絶対いいよね。ねその後ね、あれこっちが手当たり次第作戦いきます。もうね、それじゃないと進まない。横仕分けもなんか分かんなくなってくる。横めっちゃ多いな、なんか横が異様に多い気がするんだけど、どうしてだろう。そうなのよ、一回ハマりだすとね早かったりもする。そうそうそうなんですよ、そうなんですよ。
当にもう一種のゲームだよ。縦横縦横って縦横後ろ見たら早いんだけど後ろ見たら方が早いんだよ。そのね、後ろ見る時間すらめんどくさいなっていう。これ横だよ絶対君。横勢こちらですよ。あ、横ですね。よし、横が圧倒的に多いな横が圧倒的に多いぞ。まあいっか。一個一個はめていきます。とりあえずどっかにはまってくれると嬉しいな。違った。いやもうなんか分かんない。これハマってんの？ハマってるの？あ、ハマってないわ。ハマってませんでした。残念。こんばんは。ワンワン。あおん、ほんとハマったんじゃないっていうのがことごとくハマっていない、合っていない。難しいね、ハマったと見せかけといてのさ、なんかフェイントかけてくるよねみんなね。なんでどうしてそんなにフェイントをかけてくるんだいみんな。そんなフェイント必要ない。とりあえずハマれ。しけんさんこんばんは、ありがとうございます。あ、すごい、ちょっとハマった風だったんだけどな今の。あー絶対違う、これもう色がちょもう違う。いやん、ハマってないじゃん全然。なんで、どうして、どうして、本当どうして。急にガチトーンねえ、どうして、なんでハマってくれないの。メンヘラメンヘラ彼女なんでハマってくれないの。私はこんなに尽くしてるのに怖っ。
あ、ギフトありがとうございます。こんばんは。あ、待って待って待って、ちょっと待って、来たんじゃない、来てない。今の感動を返せ。アズル、今の感動を返せ。ハマったんじゃないかっていう、悲しくなるわ。すごい、めっちゃ綺麗にはまったんよ今。そう、すっごいね、え、こんな綺麗にはまるっていうレベルで綺麗にはまった。でも違った。ひどい、思わせぶりなことだけしといて。今日の名言。名言になった。え、待って、でもこれ、今ハマったかも。うわ、ハマった。ハマったんだけど何の感動も得ていない。ハマったしかない。ハマった瞬間感動を得なくて、思わせぶりのところだけ感動を得るっていうね、なんか嫌だな。すごい嫌だ。シンプルに、あ、ハマった、なんやねんそれ。ギフトありがとうございます。これ絶対横やろ、なんで横ピース入ってんねん。ちょっと待って、ちょっとポイゾポイゾポイゾ、ちょっとこれポイゾ、ギフトありがとうございます。あー違うやん、違うじゃん。感動返せ。感動返せ。あ、お尻痛くなってくる。座ってる、ずっと座ってるとお尻痛くなってくる。ケツ痛いで。意外とパズルハマってる気がする。気のせいです、残念ながら気のせいでございます。あ、痛い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 、そう、すいませんね。待って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 、これは来たんじゃない、本当に、これは本当に来たんじゃないって思ったんだけど、あ、気のせいな気がする。逆かな、それとも、あ、気のせいな気がする。うん、気のせい。ごめんごめんごめん、気のせい気のせい、すごい、めっちゃ気のせいだった。横ピース行こうかな、だってピース進まないわ。全然進まない、びっくりするくらい進まなかったから、ちょっと横ピースの方にね行こうかな。
み下に引いたら、そんなかわいそうなことできるわけなかろうが。かわいそうじゃないか。私のここのお肉は、この下のお肉ってどうやったらなくなるんだろうね。今配信始めてから何分経った？もう48分じゃ、もうちょっとで1時間だよ。そんなないけど、あんまり1日さ25ピースくらい進んだとしてさ、何日かかるの？これ2000ピースの多分今できてるのが3分の2でしょ。だから3分の2、1だと2000割る3は60、違う、600いくつでしょ。割る25はまあ650くらいだとして、割る25は26日かかる計算なんですけど、あ、667、計算ありがとう。間違えた。27日くらいかかる。あれ1ヶ月これすんの？長くない？あれ1ヶ月続く？これ私また多分1年半放置してしちゃうよ、そのこと知ったら。誰か私のモチベーションを保ってくれ。しかもさ、仕事終わって帰ってきてさ、配信します、はい、パズルします、絶対嫌なんだけど、ごめんだけど、パズルごめんな。仕事終わりにお前はしたくない。疲れるやん疲れて帰ってきてさ、またハマんないっていう疲れがさ出てくるじゃん。あ、これハマったわ、これハマった。ちょっとごめんだけど仕事終わりはしたくないこれもハマったかも今。さあ、パズルってさ、頭使うんですよ、すごく。あ、でもハマった。ちょっと待って、横ピースいいぞ。ギフトありがとうございます。横ピースすごくいいぞ。お休みの日限定で、次の休みは私いつだ。次のお休み直近で6日なのか6日なのかだな。いやでもちょっと待って、いい感じよ、今ちょっと進んできてるよ今。そう、今日ねいっぱい進めちゃおう、頑張って。え、だってなんかハマるんだけど、ハマってなかったんだけどすごいハマったんだけどと思ったら違った、ごめん、気のせい。あ、そこまで休みないの？うん、私があのめちゃめちゃ入れてるから休みがないです。で6日と7日も仕事入れようとしている女です。あ、でもね違うの、お友達とね、お友達がね連絡くれてさっていうか、なんかそのあの私のねお友達が、
そう連絡くれて、まあ、連絡くれてさってもそうなんだけどさ、遊ぼうよって連絡くれて、なんかこっちに住んでるの。そうこっちに住んでて、お休みあったら、そう次のお休みあったら遊ぼうって言っててさ、そう休みたいな、どっかで。だからそう休みたいか、どっかそのあたりで一日休み入れよっかな、その子の予定聞いて、その子が大丈夫そうだったらお休みの日一日作って、こんばんは。休みなさすぎ、私が働きたいだけだから別にいいんですよ、それで。そう本当に私がただただ働きたいだけ。そうなんかさ、家にいるとさ、やっぱりぐうたらしちゃったりさ、ご飯をさ食べ過ぎちゃったりさ、いろいろあるじゃん。まあ外出てても食べるときは食べるんだけどさ、ご飯たくさん。そうなんかもう私はだから外出てる方が合ってるというか。あこれ待って、ハマったんじゃない、ハマったんじゃない、ハマった。そうえもう何年ぶりっていうレベルで会うんだよね、休みに。高1の時が最後だから遊んだの、5年ぶりくらい5年ぶりくらいです。5年ぶりくらいに、あの久しぶりに、そうあの会うし、ちゃんとね、それ以外で会ったことあったんだけど、そう久しぶりにちゃんと会うし、お互いね、もうお酒も一応飲める年になりましたから、まあ、飲めるのか分かんないけど、そう相手が、そう友達ね、お酒、いやでも意外と強そうな気してるんだよな。そう普段あんまり飲まなさそうだけど、意外と飲ませたら、飲ませたらって言い方ダメだね、飲んだら強そう。そうまあお酒飲みに行くかは分かんないけど、またねその日じゃなくてもご飯行って飲めたらいいなって。この中は友達とも会ってなかったの、私もともと友達がね悲しいことに少ないんですよ。そうご存知の通り、あハマった。そうお友達少なくって、そうで自分からも連絡しないから、連絡先は知ってても連絡取らない子なんて結構いっぱいいて、そうなったんですけど、まあ、この前ね久しぶりにちょっと、今年の3月かな、久しぶりにそう連絡取って、であちょっとだけあの仕事の時に会えて、そう仕事のそうたまたまね会えて、でご飯行こうよ遊びに行こうよっていう話をして、そうじゃあちょっと、まあ、芸能活動してることは知ってるもんだから、そうなんかちょっとこの高校で4月で卒業するんだよねっていう話をしてて、だからちょっとそれまではバタバタしちゃうと思うから、それ卒業したら一緒にご飯行こうって、また連絡するねっていう話をしてたの。そうでね、まあ、卒業してからしばらく経ったんだけど、そう行こうっていう連絡をねまた取りまして、カルンから連絡したん、違います、違います、あっちから連絡が来ました、ありがたいことに。ギフトありがとうございます。そうだから行こうってなったんです、ちゃんと多分知ってるの、あっちも、そうお友達も、あなんか多分私から連絡しないとあのヒカからは連絡来ないなっていうのを多分ちゃんと知ってるんで連絡くれたんだと思います。そう意外とね、なんかお友達は多分連絡いろんな人とまめに取ってるっぽかったんで、そうあとちょこっと言った会った時に、そうあのごめん多分私あのヒカはその LINE
なかなかその自分からは LINE しないと思うから、そうなんかどうしたらいいか分かんない、多分しない時もあるだろうから、全然 LINE くださいってお願いしますっていう話をちょっとした。そう、もともと多分その高校の時からそうだったっていうのは知ってるから、きっと。そうだからありがたいですね。次男とかも知ってましたよ。そう、知ってる知ってる。こんばんは。うん、そうだからシフト分かったらまた連絡するねっていう話をして、そうでもシフトの確定がねまだちゃんと出てないので、ちょっとそれ出てからねもう一回また、こっちはこれはね、これに関してはちゃんと自分から連絡しますよそうこういうのはね、なんかまたシフト分かったら連絡するねとか、もともと約束しててだったら予定詰めるためにちゃんとそのここに行こうとか、ああいうことしようっていうのをちゃんとね内容を詰めるために連絡はしますけど、はい、それまでが長いっていうねもう自分でしなさいよっていう話なんだけど、苦手なもんは苦手で。そうだから本当に予定あるとき皆さん電話してください。電話だったら、まあ電話も電話であんまり得意ではないけど、電話の方が声のトーンとか分かりやすいんで、まあなんかパッと終わるんで、そっちの方がそっちの方が私は楽です。電話ってね便利だよね。こんばんは。苦手なのは無理やり直そうとすると余計苦手になっちゃう。あ、まあそうですよね。だからまあなんかちょっとずつでいいし、別に直さなくて支障がないものであれば直さなくてもいいですしね。ハマった、よし。そう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 なんですよ。まあだから無理せずだよね。私はまあだからのんびり、なんかもしそれを理解してくれない人がいたら、まあそれはそれでもういいかなってならない。なんかそういうのをちゃんと理解してくれる人がそばにいてくれたらいいし、そう。電話かけるまでめっちゃ時間かかる。今は大丈夫なのかなと考えてしまう。同じくです。すっごいわかる。それはかよっぽどなんか本当に電話したいなと思ったら一回 LINE して確認取る。今電話したいんですけど大丈夫ですかとか取るか、諦める。私はそう、なんか私が本当に今電話したいんですけど大丈夫ですかって連絡取るときは、まあ究極ですよね本当に。ああ本当によっぽど電話したいんだなこの子っていう。今日はパズル配信のテロップないんだね。本当だ、忘れてた。まあいいよ、なんかいつか変わるかもしれないからそう急にねパズル配信じゃなくなることもあるから。
電話の仕方、会社にもよるのかな、わかんないけど、私はあ、でも会社っていうかその仕事場で電話の取り方はちょっと教わりましたよ私。まあ文章なんかある程度っていうかな、こういうこと、あのもしこういう風に言われたらこういう風に答えてねとか、こういうこと聞いてねとか相手に、そうとか、まあそのくらいですけど、そういうのはあった、そういうのではなく、ちょっと縦ピースにしよう。そう、接客業はね、そう、え、待って、結構ハマってるんじゃない、私今日いい感じなんじゃない、え、なんか結構ハマってる気がする、いい感じに、ね、作戦成功かも。お世話になってますと言われて、いえいえと言ったら相手が絶句してしまった。あ、本当そういうことあるの。あ、でも私わかんない、私の返答は合ってるかわかんないけど、私はお世話になってますって言われたら、こちらこそお世話になっておりますって言うかもこちらこそお世話になっております、なんかなんていう返信がたい、わかんないけど、こちらこそいつもありがとうございますとか、こちらこそお世話になっておりますって答えるのかも、わかんない、私だったらそう出ちゃう、合ってる合ってる、あ、正解、あ、ヒカルンが正解、あ、よしそっか、いやでもわかんない、私もだからその日頃そういう風に言ってる人を聞くからそうなるだけで、多分全く知らなかった私も、あー、いいって言っちゃうかも、こんばんは、あとはまあそうね、電話取ったらお電話ありがとうございます、何々ですやね、うん、これはね、なんか周りの人見て学んだそう、周りの人の電話の取り、あの電話取るときにみんな言ってたから、あー、そうなんだなと思って学んだね、これは。いえいえ、途切れた、あー、でもそれはちょっとあるかも、そう、それはなんかちょっと、うん、なんか私もさ、なんか電話取ってなんかまあいろいろ話してるうちに、あ、言葉遮っちゃったなとかはあるからさ、あとはなんか噛み倒して、あ、何も言えなかった、なんか変なところで文章がみたいなあるから、なんかそういうのもあるのかもね。え、待って、結構ピース合ってきて怖いんだけど、いや、怖がる必要性は全くないんだけどさ、さっきのなんなんっていうレベルでなんか結構ハマってきてるかも、そう、お互いのね、歩み寄りが成功しているのかもしれないね。お互い歩み寄って頑張ろうぜって言ったのが刺さってるのかも、パズルにちゃんと、ありがとうね。やっぱりね、歩み寄りって大切だからさ、この調子でな、頑張ろうな。そう、歩み寄り、歩み寄り、歩み寄りの心がね、大切なんですよ。とかね、調子乗ってるとね、今にまた痛い目見るんでね、ほどほどにしておきますほどほどにしておきます。これは合ってない気がする、
やばい、またルパンが出てきた。私の頭の中をルパンが。なんでルパンこんなに出てくるんやろ。私そんな別にルパン見たわけでもさ、なんかすごいものすごいめっちゃ音流れるくらい好きってわけでもないんですけど、ルパンが私の頭を支配する。ギフトありがとうございますね。思考回路ね、そうルパンに盗まれたのかもしれない。返して、私の思考回路。ルパンよ、持っていかないでくれ。オッケー、来た来た来たよ、来た来た。あやばい、本当にルパン出てくる、どうしよう。あ、カリオストロ知ってます、知ってます。少しだけカリオストロなら内容も知ってる。そう、え、よくテレビでやってるよね。なんかルパンの映画といえばカリオストロのイメージだもん、私。ルパンもね、絵柄めっちゃ変わるよね。ルパン歌っちゃえ。いやいやいや、あの、わかんないんだよ。全然本当にね、びっくりするくらいルパンは知らないんだよ、私。知らないのに歌えない。あれ、ここか。よし、横ピース行こう。ここの盾欲しいんだけどな。そう、ここの盾欲しいんだけど。ごめん、みんなに映ってないのにごめんね。あの、こことか言って、そう、なんかいいところのピースが、いい感じのところのね、ピースがあって、ここね、1個埋めたいんだけど、そう、埋まんないんですよね。いっか、こんばんは、こんばんは、みなさん。あ、やばいやばいやばい、崩れた崩れた、外れた、8、お前はもう死んでいる。これも全然知らないのに。私は内容知りません、全然。これケンシロウです、全然知らないけどケンシロウです。いや、本当にね、マジで知らん、ここしか知らん、ここしか知らんっていうか、ここのセリフしか知らん。出てきちゃうんですよ、でもどうしても。いや、まあ平野家なんでね、仕方ない。平野家はもうこういう家なんで、そう、
これこそ平野家です。北斗の拳知らんのか。北斗の拳はあの名前は知ってます。でも内容を知らないんですよね。わかんない。お前はもう死んでいるわ。星になるよ絶対。絶対的に星になるからね。全然知らないでも。またはまんなくなってきた。そして手とお尻が痛い。痛い。あれなんだ、携帯が引かな。そろそろ限界来てる？眠い。こんだけやっといて、うん、眠たいかな、ちょっと。ちょっと眠たい。ちゃんと昼寝したんだけどな。3、4時間寝た気がする。起きてびっくり。そう。私もうどんだけでも寝れる気がする。何に吠えてるんだろう、猫。朝は何時起き？何時だっけな。何時起きたっけ？でも9時前くらいじゃないかな、多分。多分。今日覚えてないな。なんかね、そのくらいに起きた、ん？そう、記憶があるんだけど。そこからなんか時計を見て、ああこんな時間かって思った記憶があるんだけど、覚えてないや、ちゃんとは。こんばんは。ひかどこ行った？絶対言わない。絶対あの子そんなこと言わないから。マミーにくらいしか言わんよ。私には絶対言わない。なんで吠えてんのやろ。なんか本当はね、ちょっと注意しに行きたいんですけど。いや、バカでも下にいるはずなんだけど。
そう、ババに連絡します。吠えなくなった、ね、なんかあったのかな、外に。犬でも歩いてたかな、歩いてたかなってか、お散歩してたかな。なんで、おいら、いちご食べたい？おいら最近ご飯食べないじゃん。あの子、一回病院行きよって私は勝手に思ってるんだけど、あの子本当に最近あんまりご飯食べないから、おやつ食べるんですけどね、あまりにも本当にご飯食べないもんだから、一回連れてく、絶対心配だし。そう、ママは病院嫌いだけどご飯食べないから仕方ない、わがままって言われようがもう仕方ない。そう、夏バテの可能性もあるし、ちょっと見てもらって、そうで大丈夫そうなら一安心ということでね、一回見てもらおうって。そやつは食べるんです。なんかそう、わがままっぽいんだけど、すごい、まあまりにもご飯食べないからさ、さすがになと思って、そう心配だし、ね、おやつばっかりあげるわけにもいかんので、夏バテしますよ多分。まあね、もともとあの体強くないんで、そう、何、まあペットショップから家に来て、早々に風邪ひきまして、あの子、そう、早々に風邪ひいて、それからもね、結構お腹下しちゃったりとか、ももはね、そう、病院行くことが多くて、そう、心配なので、まあ、最近ね、結構もう強くなって、大きくなるにつれてね、初見さん、こんばんは。そう、その回数もめっちゃ減ったんですけど、それでも、やっぱり梅よりは、結構ね、いろいろ、ご飯、そう、食べたり食べなかったりだったり。もういいかなっていうイメージ、心配になるんだよ。え、そう、必死にそうアレンジするんですよ。だからなんか、もし好き嫌いなら、好き嫌いっていうか、なんていうの、なんかその飽きたとかそういうのだったら、なんかちょっとご飯、他のご飯ちょっとブレンドしたり、少しだけチュール混ぜてみたり、ふりかけ買ってきたりとかするんですけど、それでも食べてくれないしと、結構本当にへこむ、そして余計心配になる。そうなので、近々ちょっと病院連れていける人が、もうみんな仕事してるんで、そう、ちょっと空いてる人がね、病院に一回私は連れてってもらうと思って。私が車運転できないから私行けないんですけど、全然、そう、マミーに相談して連れてこうかなと思います。なんでだろうな、心配じゃん。だって本当にもう、そんなん、それでわがままですって言われてみ、もう可愛いんだけどさ。そう、あ、吠えてる吠えてる。動物病院って土日とかもやってるのか。あ、やってる気がする。いつもだって行くのそのくらいだから。日曜日どうだ、土曜日はやってる、日曜日ちょっとどうだったか忘れたけど、いや、でもやってるはず、確か。この前行こうとしてたから。マミー帰ってきたかな、この吠えは。何の吠えだ。そう、心配なんです。そう。それならね、病院行ってね、ああ、わがままですね、この子のって言われた方が。安心できる。まあさ、もう来月で8歳なんですよ。シニア突入し始めてて、本当に片足も突っ込んでるんで、シニアに。そう、
心配にはなりますね。で多分8歳になったら犬ドッグ、ドッグドッグあ、ちょっとずつねしてあげなきゃ。一緒になるべく長く一緒にいてほしいですから。あ、帰ってきたね。マミ帰ってきたね。だから吠えてたんだね。俺きかったんだね。かわいい。マミ帰ってきて俺きかったんだって。だから吠えてたんだって。あんなに、え、もう愛おしすぎない？好き吠えてるけどねそう、困るけどね。ちょっとたまに緊張迷惑。無事マミと会えて、昨日の今年17ちゃいです。17ちゃいってすごいですね。長生きですよね。きっと飼い主さんが大切に大切に。いやでも本当17ちゃいはすごいです。私はそう思ってる。うん、そうね、17歳すごい。1歳ですかね。えじゃあまだ赤ちゃんだね。バブタンだね。バブタン、バブタン。小さいうちからね、爪触るとかブラッシングするとか、そうちゃんとね癖つけといた方がいいですよ。私からの助言です。これはももは、ももじゃ、梅は大丈夫なんですけどね。ももさ、もともとそういうのあんまり好きじゃない子だったんで、まああんまりそんなしてこなかったんです。歯磨きとか、そうあんまり好きじゃないんだろうなって感じで、まあたまにする、たまにして、あとまあトリミング行ったって感じだったんですけど、もう絶対小さいうちからさせといた方が、まあ、大きくなってからねさせてもらえるんで。今はももにしようもんなら噛まれますから、はい、噛みつかれます。何すんねん俺、そんじゃねってなりますバイ桃太郎。カルンチョル強いくらいか、一番強いの梅で、その次ももで、マミー、いや控えよ、あそうね、4番目だわ。そう梅強いんですよ。あの子もも逆らえないの梅に。そう梅に逆らえなくて、もも、いつもねやられてますよいつも本当にやられてます。結構マジで。野桃さんは仲良しですか？時と場合によります。本当はもっと仲良くしてほしいんだ。だから全然ね、一緒に生活する分には問題ないんだけど、おもちゃの取り合いとかになると結構梅がガチになっちゃうわけ。まあ桃もなんだけど、梅が結構本気になるの。人間には本気になったことないのに、桃に対してだけめっちゃ厳しくって、そう独占欲強いんです。梅めっちゃ独占欲強くて、そうで桃はなんかそういうとこ優しいから、梅のこと好きで優しいからちょっとね譲るんですけど、もうちょっと仲良くできたらいいのかなって。昔なんかさ、もう隣で寝てたんですよ。隣でさ寝てたのに、そうもう今ねあんまり隣で寝ることなくなりました
あのおばあちゃんの部屋にね結構夜一緒にっていうか、まあ、行ってることが多いんですけど、ももが行ったら梅帰ってきたりするんですよ。そう、梅がいてそこにももが行くと、まあ、ももが帰ってくるか梅が帰ってくるかどっちか帰ってきたりするんですよ。いやなんで同じ部屋に離れておりゃいいや同じ空間そんな嫌っていうレベルで、本当になんかお互い入れ違いで出るというか、そう仲良くしてよなんかさ、それでさ、まあなんか喧嘩には なってないし、そんな 大きな、そうだから、そうなんか本当に深刻な喧嘩にはならないんで、そこはねもう安心はしてるんですけど、そう同じ空気吸いたくねえみたいな、そう出てくるんです、なんでよと思って。特に梅それが多い、梅が、そう梅の方がそういうことをするんですよ。梅ちゃんと思いながら優しくしてあげてって思いつつね、どうしたもんかと。こんばんは。難しい、本当に難しいよ。そう、ヒカには優しい、ヒカっていうかなんか人間に優しい、めちゃめちゃ、あの子人間にはめっちゃ優しくて、基本的っていうか、もう噛んで怪我されるさせられることがない。なんかめっちゃ甘噛みにもいかないくらいの甘噛みしかされたことなくて、人間はね、人間、私たち人間は、そうだから、ももにだけガチでガーッていくんですよ、すごいスピードで。そうだから、ひかも梅に怪我させられたことはないです。そう、ももはね結構マジで噛みつくんで、あのお手手不詳とか、まあまあまあ多々あるんですが多々ございますが、梅は一回もないですね。他の家のワンちゃんとかも噛んだりする？あ、しないです。それはね、私たちがさせないです。家でっていうか、何、近づけなかったり、ワンちゃん、他のワンちゃんに、ね、やっぱりそういう危険性があるから近づけなかったり、基本的にはモモが離れていくんで大丈夫なんですけど、それはね、やっぱりそういう危険性が残ってるうちは近づけられない、あんまり。怪我させちゃうとあれだからね。うん。でもね、それでももう可愛いんで、私たちからしたら、家族みんなでからしたら、ももはどんなに怒っても可愛い可愛い我が家の息子ですし、我が家の息子です、本当に。もうなんか自分で産んだんじゃないなかろうがくらい、そうなかろうかっていうくらい可愛がっております。そう、うん、私の子供くらいの気持ちだよ、いつも。本当にそのくらいも可愛くて知らないです。そう、でももちゃんね、家ではすごい凶暴なんですけど、外出るとねすごいね臆病なんでそう、超臆病なんで、あんまりね、そう、こんばんは。ね、可
可愛い子たちだよ。こんな感じです。我が家のお犬様は、まあね、結局ね、可愛いよねっていうことです。そうです。梅干し、あ、聞いて、カビが生えました。氷砂糖入れてない方にカビが生えたので、カビ生えたやつ捨てました。ちょっとね、失敗してるかも。失敗っていうか、なんかその梅酢上がってくるのが遅くて、そうで、その出てる部分の梅が結構ところどころかびてて、まあ、塩分少ないんで仕方ないかなっていう感じはするんですけど、はい、出ちゃったので、ちょっとその部分を捨てまして、ちょっとこれからどうなるかな。いや、傷ついたやつじゃない、全然傷はついてなかったんだけど、そう、梅酢の上がりが遅くて、多分そこがカビちゃったんで、まあ、ちょっと様子見つつ、また原因分かってます。多分塩分濃度低いのと梅酢の上がりが悪かったっていうところですかね。そう、まあ、だからもしかしたら失敗するかも今年の。まあそれも経験ですよ。私、平野家の梅干し、平野家が梅干し代かかるよっていう、そう、来年ね、梅干しかかるよっていう。塩はね、一応 10% 入れたんですけど、 10% は減塩なんです。実はそう、私がなんか去年作ったやつは、なんていうの、 18? もうしょっぱいよねっていうレベルの梅干し、それに比べたら全然マジで減塩で、今回の少ないんですよ、お塩が。だからまあそれですね。まあまあまあ、そういうこともあるさ。いやー、はまんなくなってきたなー、ピースが。いやー、だから難しいんですよね、梅干しって。もしそれでだから今年失敗したら、来年はね、やっぱり18で作るのが一番無難なのかなって思います。18も一応しょっぱいんですけど、火立てばだんだんマイルドになるんで、1年くらい置いとくと全然味はマイルドになるんで、そう。え、金沢雨降ってるの？あれあれれれれ、私の今のいるところはそんな、でもなんか雨予報っぽいですね、今。音はしてないから降ってないかなと思いますけど、これから降るかも。え、明日も雨？じゃあ明日、え、仕事行きたくないじゃん雨降ると仕事行きたくないじゃん。梅雨早く終わんないかな。
間取って13とか14、そうね、なんかそれもありかも。まあ、あんまりなんかその13とか14で作ってるのを見たことがなくて、わかんない、私がそれで勝手にアレンジしちゃったらなんかあれかなと思って、わかんなくなる、自分さ知識があるわけじゃないから料理に関する、そこまで。そうだからそこでなんか狂ってきて失敗もありえるなと思ったらあんまり手が出せなくて、そう今日だからどうしようかなって考えてたんだよね。お昼過ぎくらいまで。マジか。頑張って行ってきます。頑張ります。痛くな。おねや、痛くな。雨降ってると行きたくない。蒸し暑いね。こんばんは、こんばんは。ほんと蒸し暑いよね。もしもしするよな。レシパン食べたいな急に。レシピ通りが無難そうかなって、やっぱり作り方とか全部書いてあるからやりやすいなっていう私の思い。うん、煮干しってね時間かかるからさ、なんかちょっと一回失敗すると本当になんかあれなんだよね、来年まで待たなきゃいけないから。ねえみんなね、雨にも負けず風にも負けず頑張ろう。そういう人に私はなりたい全然間の部分が分かんない。今のだけじゃさどういう人だよっていう話だよね これなんでおばあちゃんってあんな目分量で美味しく目星つけちゃうんだろう。いやそれは本当にそうだよね、マジでそう、本当にそう、すごいよね、羨ましいよな。上手に梅干しつけれるようになりたい。あと雨の中風に乗ります。私もです。え待って、土曜日までって言った？え、土曜日ってさ、嘘でしょ？マジじゃん。マジじゃん。仕事！私仕事なんですけど、ずっと。やだ、本当にやだ。ねえ、なんで？やんでよ。みんなてるてる坊主作ろうぜ。てるてる坊主作ろうぜ。うん。一家に一台てるてる坊主、そんだけあったらねきっとね晴れるはずだから。それで晴れなかったらもうどうしようもないんだなっていうことで諦める。私はもう一家に一台と言わず二台でも三台でもいいよ。てるてる坊主みんな作ろうね。13日ってやばくない？いや13ではないと思うんだけど。え？いやでも本当だな、やば。えなんで急に梅雨の力出してくるん
なんでそんな急に強押しから出してくるん、こんなタイミングで。私仕事の休み少ないんだってば。今日と昨日と今日雨降っといてくれよその分。はあ、ダメだ。ダメだもう。ね、梅雨の本気出してきたよ急に。なんで？もう7月ですけど。もう7月ですよ、つゆさん。7月ですよ。いや、今本気出すとこ違うって。絶対本気出す場面じゃないって。ん？痛っ。本気の使いどころ間違ってるよ、絶対。何警報出てんの？気をつけてね、みんな。一気に仕事へのテンションが下がったんだけど、やばいやばいやばい。いや頑張れ、自分、自分ならできる、大丈夫、自分を信じて進めね。本当に本当に多いよ雨。なんかでもどういう原理だって、同じさ、同じまあ日本列島なわけじゃん。で梅雨が多いのがまあ北陸というか、まあじゃん。え、なんかどういう原理って思っちゃうんやけど、まあまあまあね。なんでこっちだけこんなに梅雨が多いんですか。どうしてですか。まあ、ね、そんなこと言ってもね、仕方ないからね、頑張ろう。私は石川県大好きだもん、雨降ってもどんなに雨降っても石川県は大好きだね。 I love 石川。本当だ、雨の音してるわ。その時雨降りました。あー、来ました来ました。1回だけ、1日目の初めの方にズワーって1回降って、で移動中に止んで、それからは降らなかったです。でもその私たちの旅行のいる時だけ間だけ晴れてたんですよ。すごいよねっていう話をしてました。そう、その前後はもう雨だったんです。綺麗に沖縄雨予報で、でそう行った時、行った日にちのとこだけ綺麗にその晴れマーク、晴れとか曇り、雨止んでて、もうさすが言ってたんよ。さすがエイトよ。エイトすごいんですよ、だからそういうの。まあ、エイト全員行ったわけではないですけど。そう、でもエイトも本当晴れパワーすごいよねっていう話よね。してましたね。ギフトありがとうございます。今日ね9時半に配信終わりますね。いやでもちょっと進んだ気がする。25以上は進んでる気がする。今日ギフトありがとうございます。
わかる？うん、全然わかんないよ。私に英語はダメだよ。英語全然ダメだよ。すっごいね、いつも雨降ってくれと思ったけど、ほぼ降らない。いや、本当にそうだよね。本当にそう。なんか、やった回数少なかったもん。直角サンシャインだっけ。そう。直角の。ね、毎回振り忘れてる。そう。毎回振り忘れていく。おおお、急に来たな。急に雨来たぞ。雨の音が急に来ました。梅雨の本気がやってきました。いや、本気出すところ違うと思うな。いや、マジか。歩いて行きたくなくなっちゃうじゃん、仕事。私さ、運動のためにさ、運動とかのためにさ、歩いていくけどさ、本当に痩せるし、歩いた方が本当に。いや、めっちゃ降ってくるやん、急に。歩きたくなくなる。でも車でも送ってもらえないから、時間的に。そう、みんなね、車で会社行っちゃうから、そう、送ってもらうことができないので。長靴やだよ、持ってないし。やだ、よし、結構進んだから。ね、結構降ってるね。あー、雷とか鳴らないでほしいな。私雷好きじゃない、そんなに。夜寝るときとかに雷鳴らされると困る。急に怖くなるじゃん。てか、なんか家に近いのがやめてほしい。必需品、私にとっては必需品じゃない。絶対いらない。やだ、開きたくないもん。そう、なんかまあ人によりますね。私は開きたくないからな、普通動きづらいんだもん。で、職場でもずっとそれでいなきゃいけなくなるから、荷物増えるし。そう、なんか物、靴持ってたらね。なんか私はそっちは嫌です、ね、人それぞれですね、これに関しては。長靴、ラクサスなってると思ってる。うわ、ちょっと今度からそう思う。だってさ、雷なんかさ、いや本当、あ、これ今木、あの近く、家の近くの木に落ちたなとか分かるもん。めっちゃすごい音するからね、そういう時。マキマキマキー言うからね。もうその瞬間怖くなる。ドーン！ラクサス、そんな荒れるな。今度からそう思うわ。ラクサス、そんな。荒れるな荒れるな、何に対して怒ってんのよそんなに。これ絶対分かんない人いるでしょ、ラクサスって言って。そう、アニメのね、キャラクターの雷をね、使えるキャラクターのお話です。そう、フェアリーテイルです、私の好きなアニメ。もう王道のね、あの
なんだろう、バトル漫画というか、そう、友情と努力と、そうが詰まった、もう最高の涙涙の友情努力なんだっけ、ジャンプ、これジャンプだけどなんだっけ、友情努力勝利やっけ、そう、でもなんかそんな感じの詰まった、本当に王道、結構本当王道まっすぐって感じのバトル漫画です。バトル漫画、そう、バトルアニメ、私は好き。フェアリーテイル、そう、マガジンなんですけど、そう、ジャンプではないんですよ、そう、ジャンプではないんですけど、そう、でもなんかちょっとぽい友情努力勝利だけが入ってる、本当に。私はね、好きですね、フェアリーテイル。泣けるんで、すっごい、もうフェアリーテイルに何度泣かされたことか、私は。悲しいんですよ。そう、涙が出る、本当にあれは。でもね、めっちゃいいお話、本当にいいお話。ラッキーマンに友情マン、努力マン、勝利マン、初めて聞いたんだけど。結局ラクサスとミラー付き合ってんの？付き合ってないよ、付き合ってない、付き合ってない、分かんない、これからもしかしたら発展はあるかもしれないけど、今のところはね、全然付き合ってなさそうです。あれやな、あのガチルとジュビアが、ジュビアじゃないや、間違えた、デビーが今ね、子供をお腹にいて、うん、でグレイとジュビアはなんか付き合ってるって言っていいのか分かんないけど、まあなんかいい雰囲気ではあるよねって最近。そう、そんな感じ、付き合ってると思う。あれ付き合ってんのか分かんない、そこどこどうだったっけなと思って、まあ付き合っててもおかしくはなさそうだけど、私は付き合っててほしいなって思いますよ、好きだもん、そのカップル。そう、グレイとジュビア、ジュビアがなんかね、だんだん可愛くなってくんですよね、あの子。初め私好きじゃなかったんですよ、あんまり好きじゃなくて、あーなんか、うん、変わったキャラやなー思ってたんですけど、だん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 可愛くなっていくんですよ。すごいよね、恋する女の子って。恋する女の子の力です、それが。とても可愛くなっていく。今日のショールーム届きたのね、初見さんありがとうございます。そうです、初見さんじゃないですね、 AKB 時代に来てくれたからですね。まあフリー枠になりましたが、はい、そうそうそう、もともとねめちゃめちゃ普通に敵対しててバトってたんで、まあガジルも、そう、デカジルもね、あんまりなんかレビーのこともね、てかレビーのことをボコボコにしたのガジルだしそうなんですけどね、結局恋仲になって子供ができてお腹に、そう、幸せそうですよ、本当に可愛いんですよ、そういうのが。本当でもちょっと衝撃だったよね、ガジルがだって一番乗りじゃん結局。こんばんは。
百年クエスト私見てますよ、漫画買ってます。そう、ぜひねフェアリーテイルも皆さん見てみてください。私が結構好きで見てるので。ピースがだんだんはまらなくなってきました。どうなんだろうな。おかえり、ニューヨークから早いですね。瞬間移動してきたのかな早いですね、ニューヨークからね。いいな、海外行きた。英語わからんけど全然。21時ありがとうございます。うちのニューヨーク脱衣所の隣の部屋だから。なるほどなるほど、すごいですね。なんていう素晴らしいところに住んでいるんだ。海外行きたいな。誰か連れてって。誰か海外連れてって。カナダでいい？いいよ。カナダってオーロラ見れるじゃん、確か。私ね、オーロラ見たいんです。オーロラ見たいんですよ。どこの国？ご飯美味しいところ。あとは、ずっと個人的に行きたいなって思ってるのは、ブータン。そう、結構小さい頃から、これはずっと思ってた。どうやって行くのかは分かんないけど。なんかどういう国なんだろうと思って。なんか世界一幸せな国って言われてたじゃん、確か。そうだから、なんかどういうところなんだろうなっていう私の興味。そう、
みんなどういう風に暮らしてんのかなっていう。これはね、ずっと変わることないかも。週に何日か慣れたからチョコレート。へえ、ブータンへ。すごっ。なんかブータンってなんかあんまりさ、なんかメジャーな国じゃないっていう言い方はあるかもしれないけどさ、あのどこ行きたいですか、ブータン行きたいですっていう人に私はあんまり出会ったことがないからさ、あんまりなんかそのどっか経由しないといけないのかなって思ってたんだけど、国民が幸せなのであって、まあまあそれはそう、それはそうかもしれないけど、いいじゃん、行きたいんだよ。世界一幸せな国、ここ光の王国ですか。ちょっと命名がダサかったんだけど、ありがとう。命名がすごい絶妙にダサかったな。楽園、楽園かな、私だってそんな楽園じゃないよ、そんな本当に私の機嫌に振り回されることだってあるかもしれない。なるべくね、そうしないように私も頑張るけど、そうあんまりねそういうのはしたくないんで。光の王妃、いやー、うん、王妃っていうほどのなんだろう威厳はないな。言葉遣いよろしくない。こんなね、あの酒しか信じねえ T シャツ着て、でパズルができないで騒いでてね。絶対ダメでしょ。だからいいもんではないよ。全然いいもんではないよ、私の国は。やば、なんか取れたの、どっかここかな。いいもんじゃないよ、私の国なんて。本当に本当に私のね、こんなわがままな、こんなわがままな、
大臣いいですよ、もうなんか自由なんで、どうぞどうぞお好きに。言ったもん勝ちだよなんちゅう雑な国。違うな時間で止められました、ちょっと面白いすごい辛辣じゃないか、結構いやあ、雨だなはまんなくなってきた、本当にはまんなくなってきたぞ。そうそうそう、2時間くらい。え、でもね、パズルしてたら、ね、意外とあっという間なんですよ、実は。え、そ、え、もうそんな経ってたんくらいの。そう、そのくらいね、あっという間に時間経っちゃって。パズル始めるとね、本当になんか昔さ、パズル始めた頃もう一日中パズルしてましたもん、私。あっという間に時間経つもんだからさ、そう、気づいたらあれもう、あれ夕方、え、あれ夜中みたいな。そう、今はねさすがにそこまでしないけど、そう、結構ねそういうことがありましたね。1000ピース、あ、2000ですあ、2000です。はい、実は2000なんですよ。すごいでしょ。私の一番大きいやつは4000ピースです。確か4000だったよね。あれ違ったっけ、3000だっけ。あれ、あの一番大きいのあれいくつだろう。
やばいやばい。おかえり、おかえり、戻ってきた？タコパはまあまたいずれ機会があれば機会があれば。意外とねあの量のたこ焼きをね食べたりすると大変なんですよ。そう量がね結構できちゃうもんだから。ロシアンたこ焼き、そうそうそう、特に量がね、結構ね、えげつないんでいつも食べるの大変でした。楽しかったけどね。たい焼き、たい焼きもいいね。雨が強くなってきたすごい強くなってきたな。食べる？あ、いいよ。それはまあ全然いつでも割とできそう。私が食べていいよって思えば。そう、私食べたり食べなかったりっていうのは皆さんご存知の通りだと思うんで。そう。ロシアンポテチ、どうやってロシアンポテチとは初耳。ペヤング、ペヤングはもう絶対一緒やらんもう一緒やらん、絶対やらない、絶対無理。本当にね、マジで無理。あれあれね、みんなねやっちゃダメだよ。私からの忠告、忠告、本当に絶対やっちゃダメあれ足しびれた、痛い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 、あ、待って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 、足痛い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 、あー来た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 、しびれてるしびれてる、しびれてる、痛い、いや痛いんだが、マジで痛いんだが、あと思ったら治ったかも。腰ついた普通のペヤング、あ、私ごめん、あの実はとても申し上げにくいのですが、一平ちゃん外して申し訳ない、とつもなく申し上げにくいですが、私一
ぺちゃん派です。いっぺちゃん派なんです、ごめん。そう、なんか一時期私8入るまで多分そんな何カップ麺カップ焼きそばを食べたことがなくって、8入って多分ちゃんと本当に食べようと食べてみようってなんか急になって、いろんなの買ったんですよ。 UFO、 ペヤング、一平ちゃん、あと何かな、とりあえずかな、なんか聞いたことあるやつで食べ比べをして、その結果優勝されましたのが一平ちゃんでして、一平ちゃん派になりました。そう、日清ね、食べてないかもそれ。一平ちゃんが好きですね今も。だからまあ、でもこの中にまださ裏の模様ちっちゃいやつあるんだよな。なんだけど模様が中途半端すぎて、どれかがこれ絶対この辺りな気がする。これもじゃん。こんなにピースが少なく見えるのに。どれくらい進んだ？あと3分の2できてたじゃん。そこからちょっと進んだでしょ。しけいさん苦手なんだよな。あと分かんない分かんないや。ごめん、私の中で計算ができなかった。すいません。4分の3。ギリいってないくらい、ギリいかないくらいかな。
ギリいかない。うん、そうね、うん、で3/4、そうね、ギリいってないくらい。あ、25分ですか。そうですか。じゃあ本日はこれで、今日はタイムリミットってこと。でも今日結構進んだと思う。またね、できるときに。3/4は何パーセントですか。3÷4は、え、じゃなかったっけ、そういう計算じゃない。75%。本当にもうちょっと苦手なんですよ私。ということで、じゃあランキングいきますね。13位プリーツ、32位サルキチさん、11位ファイヤーサーフさん、10位サトちゃん、9位どうしても光るんが好きだゆうこさん、8位エレメンツさん、7位母さん、6位桜のお友達さん、5位かぼちゃん、4位鉄道のエイトさん、3位ケンイチさん、2位カイさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ゆうたさん、さとちゃんです。ありがとうございます。呼ばれてない方挙手制でお願いします。はい、電卓使ったけど、そう、なんか苦手なんでね、あんさん今だ分断 こんだけね、進んでるんですから使ったっていいじゃないですか。こんだけね進歩してるんですから。かぼちゃん、鉄道のエイトさん、ケンイチさん、他にいらっしゃいますか。私アンさん得意、素晴らしい。私苦手です、本当にできない、本当にできない。大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。そうしましたら大丈夫かな。はい、大丈夫かな。明日の配信は、朝配信はちょっと何時かわかんないです。でも5時台かなと思います。5時からか5時半くらいからか、まあなんかそのあたりに朝配信するとしたらそのくらいで始めます。ちょっとまだね、最新するかわかんないんですけど、一応するつもりではいるんですけど、はい。なので、まあもし皆さんお時間合いましたら見に来てください。この後はショールーム、インスタグラム、755、ツイッター、ぜひいいねコメントフォローをお願いいたします。かな、うん、ですかね。まあ明日からね、私もお仕事で、皆さんもね、きっともう今週のお仕事始まってる方たくさんいると思うんですけど、明日も頑張りましょう。頑張っていきましょう。はい、30分になったらね配信切りますね。あと1分半くらいなあ。もう皆さんね、雨降ってる地域とかもあると思うんですけど、皆さん気をつけてお仕事行ってください。そう、雨にも負けず風にも負けず、そういう人に私はなりたいっていうね。そう、頑張っていきましょう。どういう人どういう人ですかそれ。皆さんもね、ゆっくり休んでください、ね、配信見に来てくれてありがとうございました。あと1分です。あと1分。元気ですか。元気ですよ。それなりに元気にしております。かなあ、ということはないですかね。それでは皆さんね、今日も一日お疲れ様でした。大丈夫だよね多分。うん、今日も一日お疲れ様でした。ギフトありがとうございます。はい、明日も頑張っていきましょう。それではゆっくり寝てくださいね。見に来てくれてありがとうございました。またね、おやすみ。明日会いましょう。あと10秒くらい。ありがとうございました。またね。
やすみー。